はい、皆さんこんにちは、マネルブルブジです。では今回は新ゲレンデ予防ベリーハードチャレンジ逆者アムロ編、続きをプレイしていきたいと思います。前回までにアクシズの決戦を経て、原作と違う形でアクシズの地球落下を阻止、さらにねアクシズ自体の制圧も行ったということで、ここからは原作にないシナリオ入っていくんじゃないかなというふうに楽しみにしています。まずですね、モビルスーツ隊をこの後シャがこもっているスイートウォーターに突入させていくんですが、その前にまずハイニューガンダム、これが養成できるようになっていますので、ハイニューガンダムを、さらにインファンネル装備していないニューガンダムになりますが、これ前回ね撃破されてしまったので再び養成します。その他タイシャ対策ということで、足の速いリゼル、あとはエネルギー切れガス欠を狙うために犠牲となってもらうジェガン、これをね養成しておきたいと思います。陣営モビルスーツ隊整い次第、このスイートウォーターに突入をしていきます。スイートウォーターですがね、サザビー、シャアをはじめモビルスーツ隊も再び展開をしてきていると思いますので、しっかり準備をしてから入っていきましょう。はい、では侵入経路も開けましたので、ここからスイートウォーター決戦に入っていきましょう。アムロですが乗り換えてます、ハイニューガンダムです。レベルもマックス20に到達、これであればシャアと戦えますね。ユニコーンのバナージ、これもレベル20に到達してあります。シャアと決戦するときは NTD を発動していきましょう。あとですね、こちらまずフィンファンネル装備のセイラさんなんですが、レベル19まで来てます。核潜入タイプになっているのでマップ攻撃も可能です。そしてハサウェイですね、ようやく6月の11日ですかね、先行のハサウェイの公開が決まったと、延期していたものが決まったということですが、そのハサウェイ、これフィンファンネルを装備していないニューガンダムですが乗せています。チェーンとかねハストマージも出撃できるようになってましたので、彼らは一旦はですねリガ髄に乗ってもらっていますので、そのままねリガ髄で、突入ということをやっていきましょう。では早速侵入経路、しかもここはうまく補給線がつながっている場所になりますので、ここから侵入果たしていきます。ちなみにラーカイラム沈んでしまったミライさんですけども、ミライさんはですね今はクラップ級の艦長に収まってもらっています。なのでね、今度はクラップで指揮を取ってもらおうというところになります。順次侵入をしていきます。スイートウォーター、連邦の戦力が77、シャアのネオジオンが72という戦力になっています。シャアに対しての戦い方は、前回と同じくですね、ひたすら取り囲んでエネルギー切れを起こしたところをアムロあるいはバナージあたりで、取り囲んでいこうというところですね。これ見る限りここにはシャアのナイチンゲルいますね。前回と違うところで言うとギュネイや、さらにね強力なモビルスーツナイチンゲール出てきているところありますので、そのあたり要注意ということで頭には入れておきたいと思います。ではまずはセオリー通りになりますかね、しっかり補給線上をたどっていきましょう。早めにシャアは取り囲める状況を作っていきたいですよね。ナイチンゲールが出てきたな。いきなり使ってきたか。強力なマップ攻撃、初撃、食らってしまいましたね。これ取り囲み、ちょっと無理してでも、試みますか。シャアのナイチンゲール、ここにいますね。耐久1680。ただエネルギーは多分消耗が激しい機体になっていると思いますので、5回ほどファンネル攻撃、これをね、やらせれば、あるいは勝機が見えてくるかなと思います。
しかもここはファンデル攻撃をしてこなかったら、これは逆に言うとちょっとありがたいですね。ただチェーンがあっさりシャアに、まあ、打たれるという形でしたね。さらにここにはクシャトリアとパッと見今のはアルパージールですかね、いますね。これはどうだろう、アムロ、バナージー、ハサウェイ、セーラといったところで一気に決着つけたいですよね。ただハイニューガンダムに関してはちょっと先行して、まあシャアのエネルギー補給を阻止したいのでアムロだけここに取り付いちゃいましょう。この上でまずはもう一発打っちゃいましょうか。その上に残っている、いや NTT を先に発動しましょう。バナージは NTT を発動して、これでクシャトリアとアルパージール倒したいですね。アルパージールはアイフィールド持ってると思うので、格闘攻撃を当てなきゃいけないというのは念頭に入れておきます。クエスが乗ってるな、アルパには。ただ、クシャトピアは誰も乗っていないようなので、ここは仕留める絶好のチャンスを来と。こういうことでね、一気に攻撃仕掛けていきましょう。モビルスーツ隊はご覧のような展開にしてあります。まあ、シャアの周りにジェガンをスタックさせずに編成しておいて、まあ、できるだけですねシャアに攻撃の回数を行わせる、そこでエネルギー切れを狙う、まあ、そういうね、戦い方考えています。シャトリア、パイロットなし、これは撃墜。アルパージルはどうしてもアイフィールドがあるのでその分残っちゃいましたね。格闘攻撃入れて次で仕留めましょう。逃さないようにすでに囲んではあります。アムロは一度ここでピンファンデル、アイニューガンダムのピンファンデルで数を減らします。絶対にシャアにエネルギー補給をさせないですね。そういう位置取り取っていきたいと思います。アルパージールも次ファンデル攻撃してくる可能性はあるので、そこはねちょっと頭には入れておきましょう。使ってきたね。一気に消された。ここを一気に消される。数を減らしてきますね、さすがにね。まあ、ただまだまだ数残ってますからね、ちゃんとここで囲みを復活させましょう。シャアはまあ5分の3ぐらい残ってますかね。あと3発ぐらい打たせれば終わりかな。クエスのアルパージールはユニコーンガンダム、これでとどめを刺しましょうか。一応格闘を確実に入れて仕留め切りたいので、3人、バナージ、セーラさん、ハサウェイで格闘攻撃で仕留めにかかります。アムロは一度ここで、イリア、あとはギュネイもいると思うんですけど、これ仕留めましょう。もったいないですが感知も使って確実に攻撃当てたいですね。ギュネイのヤクト動画います。さらにダニー、イリア、ここは強力な編成ですね。シャアがそこにいる、まあ、取り囲んでいる関係上、アムロもね思ったようにあそこで回復しながら戦うということができないので、まあ効率面を考えるとどうなんだろうかっていうのはありますけどね。これニューガンダムではハイパーバズーカを装備していればもうちょっと効率よくアルパーシール削れたかもしれないですね。まあ、ただ無難にこのアルパージール撃破完了してます。ここはアムロのハイニューガンダム、マップ攻撃ではないです。どれだけ、数をね削れるかというところなんですけど、思ったよりちょっと残ってるなという印象はありますね。前衛を、ま、3機削り終わったってところまでですかね。ギュネイなんかにはダメージがあまり入っていない。ここで再び、うわ
リガ髄でも持たないのか、シャアのナイチンゲールのマップ攻撃。強力だな。今、ナイチンゲールのマップ攻撃でごっそり持ってかれちゃいましたね。ちょっとこれ以上は怖くて、まあ近づけないっていうのが正直なところだな。ただそのシャアのナイチンゲール攻撃回数、おそらくあと2回かなというところまでは持ってきてますね。ここでどうだろう。イリアはともかくギュネイが強いので、セイラさん、あとはハサウェイも連れて一気に決着つけましょう。ギュネイを削り切れていないっていう現状。まあ、ここはね、まあ、ニューガンダムトリオと言っていいと思うんですけども、このニューガンダムトリオで、できれば格闘当てに行きたいですよね。アムロ、あるいはセイラさんに、ギュネイが格闘仕掛けに来る。ニューガンダム、これはセイラさんの方に格闘仕掛けてきましたね。格闘を返しきれないところですね。ギュネイはさすがに強い。では、次のターンに持ち越します。局地戦マップに戻ってきました。この中でどうにかしてシャアをね、エネルギー切れガス欠に持ち込んで戦おうというアクシズ決戦と同じ構図目指しています。前哨戦ともいえるギュネイとの戦いですね。ギュネイもだいぶ削ってきたので、あとはここでギュネイに、まあ、ニューガンダムトリオ、ハイニュー、ニューガンダム、そしてフィンファンネルなし。これのね、3スタック攻撃で攻撃、格闘戦を仕掛け、最後はアムロが仕留めています。時間かかりましたが、無事にギュネイ撃墜完了です。まあ、ギュネイも役と動画、まあ、あえて言うけど、ごときでよくここまで頑張りましたよね。もっともっと、早く、ギュネイがね、排除されてもおかしくないかなと思ったんですけど、さあ、これフィンファンネル攻撃、マップ攻撃ですね。シャアのナイチンゲール、マップ攻撃。これでエネルギー切れ起きたんじゃないかな。もう多分エネルギー切れになってると思いますので、ここはしっかり当初の、まあ、予定通りですね、取り囲みしていきましょう。ジョブジョンもちょっとエネルギー心配な状況にはなってますが、取り囲みに参加してもらいます。これで一旦全部取り囲みができたという状況です。ではここからはですね、もう効率優先、どん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 敵のモビルスーツ隊の排除に移っていきたいと思います。ライルのレウルーラ撃沈完了です。もうシャアもすでに無力化してあります。この先は削りを優先します。イリアもここで、ライニューガンダムのアムロがようやくとどめを刺してくれています。敵本拠地の制圧に成功しました。スイートウォーターの制圧できましたね。もはやこれ以もう上最の終戦的闘は必に要ありません。シャアを倒す必我が要軍ものな勝利かっでたす。という形になっちゃいましたが、まあ、これはこれで良かったと思います。では完総全とエンしディまングす。見ていきましスイーょう。トウォーターの制圧に成功しました。ネオジオン軍は滅亡です。そこまでだな、シャア。なぜこんなことをした。貴様なら地球潰しなどしなくても人類の導き手になれたものを。私はお前と互角に戦いたかっただけだ。そのためにこちらが開発したサイコフレームの技術も提供した。貴様がよくもなめてくれたな。ああ、そう思うよ。しかしそれだけでもない。地球を汚染する怖さを償いたい気持ちもあった。それをアムロ、お前の力にかけたんだ。こうしていることも予定のうちだ。負け惜しみよ。断じて負け惜しみなどではない。どちらにせよこの先は予定にないことだ。だからこそアムロ、お前に伝えねばならないことがある。俺に？アムロ・レイはシャアとの戦いに勝利し、ついに彼を捕らえることに成功する。
シャアという旗頭を失ったネオジオンは急速にその力を弱め、やがて連邦政府により完全に解体されることとなる。地球圏に静寂と平和が戻ったのだ。だが戦いの傷跡は大きく、有事に対応できなかった地球連邦軍の体質は変わっていない。長年にわたる因縁に終止符を打ったアムロ・レイは、地球連邦軍を内部から改革するため第一線を退き、召喚への道を志す。腐敗した連邦軍を正すのは容易ではない。アムロの前には長く険しい道のりが待ち受けている。だが人類がニュータイプとして変われると確信するアムロは立ち止まることはないであろう。はい、というわけで逆者アムロ編ベリーハードチャレンジ完全エンディングたどり着くことができました。皆さんからいろいろアドバイスいただいて本当にありがとうございました。まあアムロはね、士官学校出ていないので、まあいわゆる召喚と言われる少将、まあ準将かな、準将以上には、まあ本来であれば士官学校を出直さないとなれないというところもあってね、逆襲の者編でも大移動まりだったんですけども、完全エンディングの中では召喚を目指すという描写になっていましたね。では最後にベリーハードクリアの印確認しておきましょう。アムロ編ベリーハードつきましたね。せっかくなので残りのベリーハードチャレンジ残っているものを確認しておきます。まずは逆者シャア、これベリーハードまだですね。ギュネイ、ウエス、ハサウェイは完了してます。一年戦争編ですが、もう一番やりたくないんですが、レビル編、ギレンは皆さんにもご覧いただいた方いらっしゃったかもしれませんが、ベリーハード攻略済みです。アムロ、これも攻略済み。シャアも攻略済みです。ランバラルは残ってます。ティアームは攻略済みです。ブライトも終わっています。テムレイも終わっています。ドズルも終わってます。キシリアも完了。ガルマは残ってます。マクベはね、この1個前かな、やりましたね。完了してます。ガイアも残ってる。まあ、残りの数は少なくなってきてますが、一つずつベリーハードチャレンジ、全部ね、達成していきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。今回はここまでにさせていただきます。